こんにちは、作曲家の和田貴文です。今日は税金のお話です。自営業の音楽家にとっての節税についてお話ししたいと思います。税金払うの大変ですよね。まず普通に税金高いですよね。苦労してない人いるのかなって思っちゃうぐらい。音楽家に限らずですけど、多分優秀な方でもしっかり払ってちゃんとやっててもそれでも高いと思ってると思うんですよ。なので、まあ、私みたいなズボラな人間がですね、普通にやってるともう本当に苦しいですよ。税金払うの、こんな払わなきゃいけないのみたいな、まあ、頭悪いからいけないんですけどね。これはちゃんと頭使ってやればいいんですけど、主に払う税金って所得税、住民税、消費税、健康保険、年金、固定資産税、ちょっと私の若い時のちょっと失敗談をお話ししたいと思ってまして、こんなワーダーみたいなアホなやつはいないよと、そういうのであればもう本当にいいと思います。私の話を聞いてこうなっちゃダメだなって思ってもらえればいいなと思っていて、どうぞ私のことをバカだと思ってくださっても全然結構です。同じ過ちを繰り返さないように、していただきたいと思います。まず結論から申し上げます。売上の半分は税金だと思えってことです。個人事業主で売上が500万だとしたら250万が収入だと思った方がいいです。250万って言ったら、月収にしたら20万ぐらいですよね。全然裕福じゃないですよ。500万売上があっても普通のサラリーマンで言ったら20万ぐらいの収入なんだって思った方がいいということですね。個人事業主って売上がすごく不安定じゃないですか。音楽家に限らないですけど、ちょっと大きいプロジェクトが終わったらまとまったお金が入ってきたり、例えば印税が入ってきたらたまたまその月だけ印税がすごい多いとか、その年だけすごく多いとか、そういうことあると売上が急激に上がるわけですよ。そんな時は確定申告の時で、変動所得のその平均課税みたいなもの、3年間の平均で課税してもらうみたいな、そういうのを使ったりしてうまく税金を軽減させる必要があるんですね。で、私がその陥った失敗談というのをちょっと聞いてください。もうこれはかれこれ何十年も前の話、何十年も前じゃないか、十何年前ですかね。初めて大きい印税が入ったんですよ。1年ぐらいかな、1年間ぐらいですかね。4期ぐらいあるので4期ぐらい、大きい収入があったんですよ。結果的に言うとその1年間でその大きい収入は一旦終わって、翌年急激に激減するわけですね。激減したっていうか、元に戻ったというか、その1年だけたまたま収入が大きくて翌年はまた普通に戻ったみたいな感じだったんですけど、バリバリ働いてる時だったんで印税以外のものももちろん収入はありましたけど、その印税の大きさが結構あまりにも大きくて、でそれで所得税も消費税もその年確定申告でちゃんと払って無事終えたと思ってたんですけど、ちょっと気を抜いてしまってですね、知識不足というか、急にお金が入って知識不足で翌年悲劇が待っているとはその時は知らなかったんですね。で、何が襲ってきたかというとですね、住民税、市民税、消費税の中間納税、健康保険、この3つなんですよね。もう本当バカですよね。本当バカでした。もう本当何も知らないんだからって感じで、いやもう仕方ないですよ。本当若かったので20代だったんですよ。何にも知らなくて、その大きい収入が入るってことに対して誰も教えてくれる人はいないわけですよ。私はその大きい収入があった時に、宝くじじゃないですけど、大きいお金が入ったら気をつけようっていう気持ちはもう十分にありましたよ。すごい慎重になってたんですけど、あまりの知識不足で大変なことになってしまったんですよ。で、住民税ですね。まず住民税はざっくり言うと、所得の 10% が翌年にかかると。で、消費税はその前年度の払った消費税の半分がその年の8月ぐらいに中間納税として支払わなきゃいけないんですね。で、あとは健康保険、健康保険がこれ結構バカにできない、所得に応じてどんどん増えてって、その時はもういきなりドンとマックスまで行っちゃいました。月に 7,8 万だったと思うんですけど、多分マックスだったんじゃないかなという感じで、もちろん何も考えてなかったわけじゃないんですよ。お金入ったわーいじゃなくて、もう本当に対策をしようと思って、その対策に失敗が潜んでたんですよ。で、私が取った行動がまさに節税なんですよ。当然のように思うじゃないですか。お金が入ってなるべく経費を入れて所得をこう圧縮していった方がもちろんいいと思うんですよ、その合法的なラインであれば。でも甘かったです。本当に認識が甘かったです。私は機材を買いました。その年に落とせる少額の機材や、減価償却になるようなちょっと大きいものも
買いました。まあ、本当に合法な限り常識的な範囲で、機材投資をしたんですね。まあ、とは言ってもそんな入ってきたお金全部使うとかそういうようなレベルじゃないです。もちろんその税金も払うことを考えてちゃんと取っといて、で、まあ、この時収入がどのぐらい減るかって分かってないわけですよ。まあ、減るだろうっていうことも頭に入れつつもどんぐらい減るかなんて分かんないから、もうなんなら、まあ、あの調子に乗ってるぐらいですよね。うわお金入ったっつって、まあ、今もうバリバリ働いてるからこの調子で行くぜみたいなとこはありましたよ本当に。で、まあ、機材投資するってことは、まあ、現金が減りますよね。節税自体は、うまくいったんですよ。例えば100万使って、まあ、10万ぐらいが節税になる、まあ、消費税とかも考えたらもうちょっとあれですけど、まあ、ざっくり言って10万ぐらいが節税になると。 でも手元からは90万消えていくわけですよね。100万使って10万が税金控除、90万ぐらいが現金ではなくなってしまう、現物として残ってる90万は手元からお金がなくなると、まあ、これが大きな罠というか。でですよ、翌年住民税を払って消費税を払ってってやってるうちに、健康保険も毎月払ってってやってたら気がついたら税金払うので精一杯になってきちゃって、もう本当税金地獄です。本当にいやもうこれなんだろう、これこれ税金払うために働いてんのかなって途中から思ってきました。いやもう思った以上に税金が高くてへこみましたね。本当に甘く見てました。結局継続し続ける収入ってのはないわけですよ。まあ、いつかは減るし、まあ、上がる時もあれば減る時もある。個人事業主であればもうそれは切っても切れないので、まあ、つまり急激に入ったお金っていうのはその瞬間に税金を抱えてるって思わなきゃいけないんです。来年以降将来払わなきゃいけない税金を今預かってるんだっていう認識をしないといけないんですね。もうなんならもう借金みたいなもんですよね。いやだって頑張ってみんな働いてるじゃないですか、まあ、そこそこの収入があるけど、よしじゃあ頑張って生活のために、生活を安定させるために頑張るぞって、家族のために頑張るぞって、いい機材買いたいから頑張るぞってやるわけじゃないですか。頑張っただけお金が入ってきました、はい借金できました。国税庁は、あなた結構働いてますね、払ってくださいねちゃんと。怖いですね、怖い。でしかも税金ってパーセンテージ上がるじゃないですか。稼げば稼ぐほど、仮に所得税 10% 固定だったとしますよね。所得が300万だったら所得税30万、所得が2000万だったら所得税は200万、まあ、その割合だけで同じ 10% っていう割合で30万と200万ちゃんとその収入通りの割合で増えてますよね、まあ、30万払ってる人と200万払ってる人全然違うわけじゃないですかこの時点で。って思ってたら所得2000万 40% 所得税は800万、所得300万の人の28倍ですよ。所得300万の人の28人分払ってるわけですよ2000万の人は。だからこうやって考えると、まあ、急激に入ったお金っていうのはいつ減るか分かんないし、まあ、いつ増えるかも分かんないし、いつ減るかも分からないものなので、使えるお金は入ってきたお金の半分ぐらいだって思っといた方がいいんですよ。これはもう間違いないです。入ってきたら半分は絶対に手をつけないで避けといた方がいいです。あれですよ、貯金とは別なんですよ。例えば200万入ってきたとして100万は避けておく。これはこの100万は貯金をしとくんじゃなくて将来払う税金を預かってるだけなんですよ。もう爆弾抱えてるみたいな感じしません？まあ、だからそのぐらいの危機感を、持ってください。私が失敗した経験からもう本当にこれだけは、半分は税金払う時のために取っといて、で、1年経って翌年税金を払って払い終わった段階でですよ、1年以上経ってそれでも残ってたお金はやっと自分のお金って思うぐらいの方がいいですね。1年は取っといた方がいいです。稼いだら危機感ってどんな国だよって感じですよね。